エドワード・トーマス、トム・ハーディは、イギリスの俳優。イングランド・ロンドン出身。広告及び、コメディ作家の父エドワード・ジョン、チップス・ハーディと、画家の母、エリザベス・アンのもとに、一人っ子として生まれ、リード、ススクール、トーワーハウススクール、ロンドンドラマセンターなどで演劇を学んだ。2001年に、リドリー・スコット監督、ブラック・ホーク・ダウンで、ハリウッドデビュー。 映画の他舞台俳優としても、精力的に活動しており、2004年には、舞台、In はアラビア、Weed All Bee Kings でのパフォーマンスで、ローレンス・オリビエ賞にノミネートされた。2010年の映画、インセプションのイームス役で、国際的に知名度を上げた。また、同年初めには、フィリップ・シーモア・ホフマン監修の舞台、ザロングレット・ロードで主役を演じ、好評を博した。 それらの成果を踏まえ、翌2011年2月の第64回英国アカデミー賞でライジングスター賞を受賞する。2012年公開のダークナイトライジングでは悪役のベインに抜擢された。2013年、スティーブン・ナイト監督のオン・ザ・ハイウェイその夜86分で主演を務める。2014年9月、トロント映画祭2015年には、 マッドマックスイカリのデスロードで主役のマックス、ロカタンスキーを演じた。同年には、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリト監督作品、レベナント、ソイリッシャでアカデミー助演団優勝に、ノミネートされた。2018年6月には、俳優としての活動が評価され、大英帝国勲章第3位 CBE を除勲した。1999年に、サラ・ボードと結婚したが2004年に離婚。 元恋人のレイチェル・スピードとの間に息子が一人いる。嵐が丘で共演した女優のシャーロット・ライリーと交際していたが、2011年に一度は別れ、2014年7月になって結婚している。20代前半から半ばにかけて、アルコール中毒及びクラックコカイン中毒と戦っていたが、現在は克服している。2015年、第2子が誕生。ありがとうございます。